はいどうも、名古屋グランパス芸人の守でございます。今日もね、元気よく熱く赤くやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はね、11月22日火曜日ですね。今日ね、2回連続でね、放送させていただいております。24時に1回上げてね、この時間にももう一度上げるという形で、普通テーマ上げさせてもらっておりますので、前回の、放送見てない方はね、ぜひそちらの方もチェックの方よろしくお願いします。今日のねトピックスなんですけども、チアゴ選手が退団といったニュースが上がってきましたので、そちらの方と、まあ、ワールドカップ、盛り上がってますね。ワールドカップの結果、そしてレオシルバ選手に対してもニュースが入ってきました。 J2 のチームがですね、獲得に乗り出しているといったニュースもありますので、そちらの方も触っていきたいと思います。ではね、 J リーグの、トピックスいきたいと思います。はい、その前にですね、トピックス行く前に、今日そういえばそうですね、11月22、いい夫婦の日ということで、マスコットのね、この彼女か夫婦か、妻子かわからないですけども、こういったね、マスコットの仲いい写真がありますんで、名古屋グランパスのね、この4人の関係性がちょっとわか、わからないですけども、こういったトピックス上がってきました。あー、いい写真ですね。はい、ちょっとほっこりしたところで、話戻して J リーグのトピックスいきたいと思います。 J リーグのトピックスですね、FC 東京のディフェンス、森重さんが、契約更新ということで残留ですね。こちらの方にはですね、名古屋グランパスの記事はなかったんで、また別で抜粋しました。レオシルバさんの方からいきましょうか。はい、移籍かっこ噂ではありますけど、 J2 の複数クラブが名古屋を退団のレオシルバ獲得へということで、レオシルバさんね、いくらか J2 のクラブがレオシルバさんの対談という情報をね得てですね、獲得に乗り出しているという情報が入っておりました。まあ、はっきり言ってね、守る的な感想を言わせてもらいますとね、まだ J1 でやれるレベルだと、私思いますので、 J2 っていうのはね、最悪の、条件かなと考えております。 J1 ないしはね、海外でも、母国ブラジルでもね、中東でも、韓国でもやれるんじゃないかなと私は思ってますので、そういったね、よりちょっと高い舞台でね、レオシルバさんには頑張っていただきたいので、まあレオシルバさんのね、動向もね、今後見据えて、追っかけていきたいと思いますのでね、こちらのチャンネルの方ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、続いてね、こちらのトピックスですね、名古屋グランパスのツイッターの方に上がっておりました、セレッソ大阪より期限付き移籍しておりました。まあレンタル移籍ですね、いわゆるチアゴ選手の移籍期間満了に伴い、今季限りでチームを離れることとなりましたということで、要するに、セレッソ大阪さんに返すということになりますね。チアゴ選手ありがとうございました。1年間活躍しましたね。写真の方もアップしております。いろんな写真ありますけども、チアゴ選手ね、身長が高くてね、空中戦にね、特化した選手かなと私は思いますね。スピードはそこまでないんですけど、マンツーの1対1のね、強さっていうのも見せつけてくれましたし、いろんな使い方されましたね。途中でね、びっくりしたのがね、チアゴ選手フォワードで使うっていう長谷健さんのね、飛び道具的な、形もありましたけども、トゥーリオ選手に続いてのディフェンスからフォワード登録ということがちょっとサプライズありましたけども、まあこういった形を得てですね、またセレストで頑張っていただきたいなと思いますね。次ね、チアゴ選手と当たるときは敵かと思いますけども、リスペクトを持ってですね、対戦していきたいと思います。一応ね、チアゴ選手の、この1年間の成績だけさらっとおさらいしておきましょうか。はい、こちらですね、チアゴ選手ね、背番号2、めちゃくちゃいい背番号ですね。ブラジル出身で32歳、先ほども言いましたね、身長が191の88キロということで、めちゃくちゃね、体格がいい選手ということで入ってきております。ずっとね、めちゃ所属のね、この過去の所属の履歴見ると、ブラジル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 と、ブラジル、アルゼンチン、ブラジルからセレッソ大阪と、名古屋に来て、ほんでレンタル移籍ということですね。かなりね、いろんなチームを渡り歩いてる選手だなっていう印象ありますね。はい、試合数は14試合出ておりました。出場試合時間が、時間が663分ということで、退場1回ありましたね、確かありました。はい、得点はなかったですけども、シュート数5本ということで、最後の方出てない印象でしたね。こうずらずらずらーっといくと、まあ、9月夏場、
そうですね、最後の方はあまり出てないかなと思います。はい、ということでね、チアゴ選手お疲れ様でした。はい、ではね、はい、ではね、続いて、こちらのトピックスに行きましょう。でですね、頑張れ日本ということでワールドカップ編の方行きたいと思います。ワールドカップといえばね、日本代表明日23日にね、ドイツと戦うわけなんですけども、22日ね、昨日の方もですね、21日昨日もですね、イングランドだったりオランダだったりということが、対戦してめちゃくちゃ面白かったんで、まあ、そちらの方ね、まず結果の方を、レビューしたいなと思います。はい、こちらね、2日間消化し合試合を消化しましたね。20日はまあ開幕戦、カタールがまさかの敗北ということで、開幕戦のね、開催国が負けるというのは何十年ぶりということで、記事がありましたけども、カタールがまさか負けましたね、エクアドルに。で、昨日ね、イングランド対イラン、ここでまた中東が当たるわけなんですけども、イングランドがイランをね、ボッコボコにしましたね。びっくりするほどの力の差があるなっていうふうに私思いましたんで、これね、日本もね、ちょっと夢見るのもいい加減いかんかなっていうのはちょっと現実を帯びてきましたね。はい、オランダがセネガルに勝って、アメリカ対ウェールズは引き分けという結果になっております。あと今日はね、アルゼンチンとサウジアラビア、またね、アジア圏内のところで、試合がありますので、アジアがまず1勝してほしいなともう個人的に思ってきておりますけども、あとオーストラリア、フランスというところで、アジアはねちょっと厳しいところと当たりますので、まず日本の前に、一勝、サウジアラビアかオーストラリア頼む、勝ち点最悪勝ち点1、勝ち取ってほしいなっていう個人的な思いはありながら、今日を見届けたいなと思います。またね、明日、こちらの4試合の結果はレビューしていきたいと思います。で、そんな中ね、ワールドカップやる中で日本にねやっぱりリスペクトの心が、ありましたね。記事がありましたので、こちらの方ちょっとレビュー。في نهاية المباراة افتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء غريب. الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم ابني هجلوا جايز. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم يعرفون شيء هم ما لهم علاقة فيه كان الجواب We never leave Japanese never leave rubbish behind us We...前回もありましたよね、ロシア大会でもフランス大会でも日本人の礼儀正しさというのをね、取り出されたと思うんですけど、今回もこの試合を見ましたけど、もう一回見ましたけど、もう一回見ましたけど、もう一回見ましたけど、やっぱりね、日本人はね、こういった礼儀正しさだったり、リスペクト、綺麗にね、綺麗な心を持ってるから綺麗に片付けるということで、はい、こういったいいシーンが動画で上がってきてましたので、皆さんに見て、昨日ねイングランド対イランでね6対2で快勝したイングランドなんですけども、イングランドのねユニフォームがちょっと目まぐるしく変わってて、こういったね横浜フリューゲルスかっていう風に、トピックスで上がってきてましたけども、その中でね、これじゃねえかっていうね、ユニフォームがエリエールにしか見えませんっていうねツイッターちょっとバズってましたので、確かにね色使い全く一緒やん、エリエールから取ってきたんじゃねえかと、資源的に優しい再利用ですっていう風に言ったらもっとバズるかもしれないです。はい、こういったちょっとエンタメチックなところが面白かったね、レビューさせてもらいました。あともう一記事、所属クラブのエンブレムで見る日本代表ということでね、ツイッター上がっておりました。これめちゃくちゃ面白くて、やっぱ目を引くのがグランパスですよね。あ、これすごいのがね、アーセナル、ね、ブライトン、レアルソシエダ、レガネス、ね、ボルシアとか、フラインブルク、ボーフム。その中でひときわ目を引くじゃないですか、名古屋グランパスの相馬勇紀選手。はい、ぜひね、頑張っていただきたいな、相馬勇紀選手ね。国産のミッドフィルダーで唯一選ばれたということで、はい、記事上がってましたね。もうね、サプライズ選出は言わせないぞと、相馬勇紀が闘志を燃やす、結果を出せば全部を覆せると、かなり彼は意気込んでおります。もしね、トゥーリオ選手もね、前記事上げましたけども、トピックス上げましたけども、トゥーリオ選手はねぜひね先発で使ってほしいと。90分走れるこんなフィジカルタフな選手はなかなかね
いないぞということで、俺が監督だったら使うけどねということで、もしかしたらねワンチャン先発、ドイツ戦先発あるんじゃないかなということも、私ね日に日に、その期待感が増してるわけなんですけども、もし出たらね相馬勇紀選手1ゴール1アシストぐらいして帰ってきそうな予感がしてみましたね。ということでね、まあ明日になりますけども、23日ドイツ戦、明日も、またこの時間には上げたいと思いますけど、ドイツ戦終わった後にね、朝かまた夕方かねトピックス、速報を上げたいなと思いますので、ぜひね守る的感想だったり守る的視点でね、トピックスも上げて、皆さんへ、ね、情報を提供していきたいと思いますので、まあ、通常のニュースでは見られない細かいニュースだったり、勉強だったりいろいろね、取り上げていきますので、名古屋グランもちろんね名古屋グランパスに特化したニュースももちろんですし、 J リーグ全般の移籍情報も踏まえてね、網羅していきますので、ぜひ興味がある方はねチャンネル登録いいねの方よろしくお願いします。では今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた明日、バイバイ。